どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。レトロなミニ四駆第23弾はこちら、タミヤサンダードラゴンジュニアでございます。さあ、サンダードラゴンジュニア、もうね、これはすごく思い出のあるマシンですね。初めて自分で小遣いを握りしめて買いに行ったのが確かこれだったと思います。非常に大事にしてましたね。1987年発売です。それでは行きましょう。パーツはすべて取り終えました。ギアにもすべてグリスが塗ってあります。それでは早速ステッカーから貼っていきましょう。シールは貼り合いました。まあとりあえずシャーシいきましょうか。シャーシは、一緒ですね。ファイヤードラゴンとスーパードラゴンと同じタイプ1のシャーシです。それでは早速作っていきます。ローラーもしっかりつけております。いやー、懐かしい車体やな。本当にもうこのシュッとした感じがね、子供の頃すごく憧れておりました。さあ、このサンダードラゴンジュニアですが、発売されたのが1987年とね、ラジコンが発売されたのが1988年。なぜかミニ四駆の方が早いんですね。これよくわかりませんが、これね、車体が白やったっけってずーっとね、謎やったんですけど、ちょっとね、記憶が曖昧なんですが、一応僕が思ってた色のサンダードラゴンジュニアをね、見つけて作ってみました。こちらです。まさしくこの色が記憶にあるんですが、なんでだろうな。いいですよね、この色。なんかこの色がすごい頭に残ってるんやけど、なんでやろ。親戚のお兄ちゃんがラジコンでやってたのがこの色塗ってたのかな。まあ、とりあえず1回目こちらの35年前のサンダードラゴンジュニアで、2回目がこちらの2012年頃ですかね、発売、こちらの VS シャーシのサンダードラゴンジュニアを走らせてみたいと思います。35年前のタイプ1シャーシ対10年前の VS シャーシでやってみましょう。さあ、それでは走らせてみたいと思います。ということで走行終わりました。1回目のこちらの約35年前のタイプ1シャーシですね。こちらが10秒11。やはり10秒が切るか切れないかが一つのポイントですね、このタイプ1のシャーシは。2回目のこちらの VS シャーシは6秒31でした。こんな違うんやな、ボディ。なんやろ、まあ2つともモーターはノーマルなんですけどね。かっこいいやないか、2台並んでたら。なんともくすぶるね、子供心。レトロなミニ四駆第22弾はタミヤサンダードラゴンジュニア、ラジコンボーイのドラゴンシリーズの第3作目ですね。お次はですね、セイントドラゴンです。一挙に2台作ります、セイントドラゴンね。それではさよならー。